はい、どうも、ハリウッド俳優のハリウッドでございます。本日はですね、こちら、ウエストフィールドサンタアナに来ております。このね、お金持ち、ショッピングモールとしての高いウエストフィールドのね、サンタアナ。まあね、こう中国人、チャイニーズコミュニティがすごい大きい地域でね、こちらのね、まあ、リッチなチャイニーズが一番多い感じになるので、ね、果たしてこのリッチな、モール、超高級ショッピングモール、どのようなものかというのを撮っていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは今日はね、ウエストフィールドサンタアナ、行ってみよう。いや、すごいね。チーズケーキファクトリーがまたこれが、でかい。でね、なんか銅像がすごいよね。こんな銅像他のところにないよね、やっぱね。すごい銅像だな。よっしゃ。よし。よし。というわけで、今日は、友達のジム君と、ボビーさんにもね、いつものボビーさんも言いますんでね、一緒に、じゃあ散歩していきましょう。あれ？やばい、いきなりこれ、ウエストフィールドの フードコートに入りましたけど、なんともラーメンがありましたね。もうね、日本と同じだね。ショッピングモールのフードコートにラーメンがあるという時代になりましたよ。すごいね、これ。見てください。スノーフォックスっていうね、ラーメン屋さんですね。すごいですね。なんだろう、これ。これ、ショータンって。なんかこういうスノーフォックス、雪ギツネみたいな、そういうラーメン屋さんなんですかね。すっかりひょうたんとか書いてあるよね。ひょうたんって何のこと？いや、すごいね。もうアメリカでも普通だよ。ラーメンが普通ですよ。しかしね。いきなりのね、入ってみたらウエストフィールドいきなりのね、フードコートでしたね。すごいなぁ。フードコートだわ。あ、マックやってない。やっぱね。はい、タイ料理ね。あと、サークジャパンとかいうね。なんかまあ、あれはちょっとね、まあ、このアメリカンチャイニーズみたいな、アメリカンジャパニーズ料理みたいな感じですけどね。ありますね。あとは、マクドナルドと、あとなんかモンゴリアンね、モンゴリアン焼きそばみたいなやつね。有名、有名。もうよくあるやつ。その場で作ってくるやつね。すごいなぁ、このショッピングモールもまたね、他のウエストフィールドとはまた違う感じで、非常に開放的でありながら、屋内であって、屋内のお店ですごい、またね、いっぱいあるっていう感じですね。白いね、それにしても通路が。すごいなぁ。フォーエバー21やってもね。やってないのね。すごいな、21もね、閉まってんだけど。で、普通のスケッチャーズ。いや、もう日本のデパートみたいな感じですよね、この、なんていうの、高級感っていうかね。名前を変えただけで実際は、なんかね、デパートって。そういうことですよね。どこでもそういうものがあるってことですよね。いやいやいや。ははー、すごいいっぱいあるね。あ、ここはもう、階層構造が見える。何階にもなっているね。というわけで、やっぱね、この地域、チャイニーズが多い地域ですんでね。ほら。チャイニーズニューイーブニアをね、祝う、このオブジェがたくさんありますね。なんだろうね、これ、すごいね。ああ。この門がすごいね。チャイニーズニューイヤーの門。すごいね、これ。なんだろうね、これ。これ、狛犬？まあ、日本で言う狛犬でしょうね。ね、この、でっかい門を、の両脇に狛犬があって。ね、まあ、日本橋のライオンみたいなもんでしょ？すごいね。なるほどね。で、提灯。チャイニーズニューイヤーの、象徴ですか？提灯ね。あ、これは、お金が来る、布袋様が多分ね、これ、持ってる。ね。
すごいね、これ。で、これは何？金の牛？牛が縁起いいんですか？牛だから。牛同士だからね。どうかね。なるほどね。ああ、傘ね。あるね。どうした？ジムおじさん。ジムおじさん、スリーピーね。ジムおじさん、スリーピー。He is so sleepy, he got tired. He's a rider でね。It's working too hard. Okay, let's go.ポケモン $300 $300 It's a lampshade. Maybe some kind of I don't knowの形なのかな、これは。なかなかそうは見えないよね。あ、アーツ、アーツ、I found that. This is the ox. Because the ox here. Yeah, of ox. What? Yeah, of the ox. That's why this is the shape of ox. Yeah, Chinese New Year のためのこの飾りがすごい。すごいな。よい。なんだろうこれ、ドラゴンボールみたいな。なんだこれ。謎のゲームを描くスポット。オープンセサミ That's what you said? おー、オープンセサミ開けごま。そうだよ、え、何知ってるでしょ。開けごま知ってるけど、オープンセサミは知らなかったよ。本当に？オープンセサミっていうの言う。なんで知ってるんですか。ユニクロがある。ん？あ、瞑想。瞑想。瞑想あった。ああ。ユニクロだ。すごいね。ああ。ユニクロ大きいね。うん。なんだこのマシーン。やっと入れてきました。なんとこの野外スペース。野外スペースにもあれがあるんですね。
すごい、なんか、クイーンのウエストヌード。すごいなぁ。わぁ。ここには野外レストランスペースが開いてるんですね。すごいね。野外スペースまで用意されてるウエストシールド。ここ全部レストラン？あ、ダイソーもある。すごいね。Yeah, that's the one we meant, right? うん。ダイソーすごい並んでるね、それもね。あれは覚えてる、覚えてる。あ、飲んだ飲んだ。うん。来たことがね、ありますよ、ここね。一回食べに来たことがあるんだね。すごい、海底火鍋。うん。すごいね、このウェストフィールド。すごいっしょ。すごいね、このウェストフィールドは本当に。はい、じゃあそうしましたらね、どうも。まあ、こんなね、すごい豪勢なウェストフィールドを来てしまいましたよ。ファンターナのウェストフィールドでございました。いや、非常にこれはね、豪勢で、しかもいいレストラン、なんか豪勢、豪華な、あの、中華レストランがね、まあ、中国人の住む、あの、多く住む地域なんで、中華レストランが非常に多かったということですね。いや、すごかった。というわけで、いや、今日はね、サンタナのウェストフィールド来てみました。ハリウッド俳優のシャイでした。みんなまた、バイバイ。